皆さん、こんにちは。テクニカルディレクターが中心に集まる、ベースドラムによる技術に関する様々な情報をお届けする番組、ベースドラムライブです。本日は、11月16日と17日の2日間、渋谷の404ノットファウンドにて開催される、テクニカルディレクションアワード作品展について、ノート株式会社の CTO のコンさんとともにご紹介していきます。私はテクニカルディレクターの森岡です。ノートの取締役 CTO のコンと申します。 よろしくお願いします。はい。それでは早速なのですが、11月16日、17日に開催されます、404notfound. で開催されるテクニカルディレクションアワード作品展の概要について、森岡さんからご紹介いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。えー、っと、今年えー、っと2023年度分の、えー、第1回テクニカルディレクションアワードで、えー、作品として受賞されたプロジェクト。 を全18作品を、えー、実際に展示して、えー、あとは、えー、と受賞者の方々をお呼びして、まあ、トークをするという、えー、プログラムになっております。場所は渋谷の桜ステージという場所で、えー、2日間にわたって開催される予定になっております。はい、なるほど。遠来館の主なテーマであるテクニカルディレクション、およびテクニカルディレクションアワードについても簡単にご説明いただけますか はい、ありがとうございます、えーと。テクニカルディレクションというのはですね、えーとまあ、弊社のテクニカルディレクター,ー違うテク弊社のテクニカルディレクター,ー <laughs> 弊社もそのテクニカルディレクターの集まりの会社なんですけれども、えー、実装そのものではなくて、まあ、技術選定とか、技術翻訳とか、まあ、お客さんに対する技術の説明のような、まあ、技術に関する、えー、とコミュニケーション業務全般を指して、まあ、テクニカルディレクションという言葉で、まあ 置き換えさせていただいているとか、総称してテクニカルディレクションというふうに呼んでいます。で、この技術を使って、テクニカルディレクションを、まあ、主に業務に行っている人たちっていうのは、まあ、いろんな業界、いろんなテクノロジーを使う業界にいらっしゃるので、その人たちが集まって、まあ、いろんな情報交換をしているのが、まあ、テクニカルディレクターズ・アソシエーションっていうところなんですけど、まあ、そこの人たちと一緒に、まあ、作っているアワードというのが、テクニカルディレクションアワードになります。 なるほどです。この度アワードを作られるという、で私も審査に参加したのですが、アワードをこれからゼロチで作っていくという、その意図についてもご説明いただけますか。ありがとうございます。えー、っと、やはりテクニカルディレクションという言葉はまはあ、一般人にもまだまだ浸透してないんですし、実際にそのプロジェクトがローンチされてる、まあ、製品がローンチされたりとか、それを使った賞は、 まあ、ローンチされたりとかするんですけど、そこに対して、まあ、どんな技術で、どんなテクニカルディレクションが働いてたかっていうのは、やっぱり一般の方には分かりづらいという課題があると、僕らの方は認識していて、まあ、それに対してこう、このプロジェクトはそのテクニカルな人たちが、まあ、テクニカルディレクションを頑張ったんだよっていうのをちゃんと PR していこう、啓蒙していこうっていう、まと、あ、もの課題が、課題というか解決したいものがあって、まあ、それに対して、まあ、アワードという形で、 まあ、テクニカルディレクションの効いたプロジェクトを表彰してこう PR していくというのがいいんじゃないかと思って、まあ、開,催開催しているという次第です、はいうん、でそのアワードを今年、去年、今年とやってきて私たちも審査に参加したわけなのですがどういったバックグラウンドやスキルセットを持つ TD が審査に携わったのかみたいなところも教えていただいていいでしょうか。 あそうですね。まあ、今回まさしくコンさんにも参加していただいたんですけれども、まあ、なるべくそのテクニカルというかテクノロジーというものは、えー、幅の広い、えー、横転がで可能なものでだという仮定をしていて、なのでそのテクノロジーおよびテクニカルディレクションが発露するプロジェクトっていうのは、まあ、その業界とかプロダクトのジャンルによらないよねっていう、まあ、仮説があります。なのでその例えば えーまあ、キーボードを作るのに使っているノウハウが実はインスタレーションで使われているとかいうことを考えていて、まあ、そのために、まあ、いろんなジャンルほぼオールジャンルみたいなことに対して、まあ、テクニカルディレクションっていうのが発生しているので、えー、そこに対してなるべく多くの、まあ、アワードというかさまざ、あ、まなプロダクトに対してさまざまなプロダクト全部に対してちゃんとアワードの文句が開かれるようにという形で、まあ、多くの部門をほぼ とほぼプロダクトが全部かか買われるような多くの部門を用意し,しました。で、まあ、それに対して、当然、審査の側も、まあ、そのオールジャンルのテクニカルディレクションが見れるようにということで、KON、まあ、さんをはじめとして、えー、バスキュールの馬場さんとか、えー、ファブリカの、えー、岡田敦子さんとか、さまざまな、えー、分野のテクニカルディレクションが分かる方をお呼びして、えーまあ、総合的に あの審査ができるような体制を組んで、まあ、審査させていただいたという形になっております。うん、そうですよね。あの森岡さんはハードウェアあ。そうですね。えー、ハードウェア強めです。強め。私はどちらかというと、クラウドデスクとかインフラですとか、うんうん、ソフトウェアのバックグラウンドが専門で、本当にバックグラウンドが違う、そうですね。はい、メンバーがすごい多様に集まっていて、私も楽しかったのですが。はい アワードの実施の概略ですね。今年のアワードはいつ開催されて、どういった作品が何作品あって、どれようなカテゴリーで応募があったか、こういったサマリミグについても教えていただいていいですかはい。えー、っと、今回はですね、部門としては、えー、っと、デジタルプロダクト部門、デジタルサービス部門、デジタルエクスペリエンス部門、ウェブサイトアップ部門、それから RD プロトダイプ部門の5部門での えー、応募、部門の解説をして応募を募りました。で、応募の体験は公募にしてやって、まあ、どなたでも応募できるという形にしてありました。であとは、えー、とこ,この5ジャンルに、えー、カテゴライズできない特別な、えー、プロジェクトがあった場合は、えー、スペシャルプライズというものを用意するという形でやらせていただきました。 募集自体はですね、今年の春ぐらいまでさせていただいて、その後審査、で、えー、と秋ごろに授、えー、賞式を開設させていただきました。ありがとうございます。はい、私たちも第1回の,あの作品の募集ということ、どういったジャンルの作品がどれくらい来るのかというのがですね、全然想像もつかなかったという面がああ。そうですよね。はい、トータルで100、50ですね、149とかかな。はいはい ただ、物外に多くのをです、ね、ご応募いただきまして、すごくありがたい限りではあるので。いやそうですねなんで、ちゃんと真面目に、も,もちろんずっときしんと進りだったんですけど、まあ、真面目にというか、審査真摯にまあ向き合って、はい、かなり白熱した審査をさせていただきましたね。はい。はい、それではですね、早速、はいはい、11月16、17日の作品展でいろいろな事情、はい、作について、実際に現地で作品を見ることができたり。うん トークを聞くことががででできたりすするわけなの特に注目すべき作品とか出し物みたいなところですね、森岡さんの視点で教えていただいてもいいでしょうかそうですねあの、やはり今回、まあ、展示もさせていただくんですけれども、えー、と開発者の人とか、まあ、そのプロジェクトの主体者の方に来ていただいて、プロジェクトの話を聞けるというトークの部分がかなり面白くなるんじゃないかなと思っております。 やはりね、そのサービスつくサービス普段使われているサービスでもこの作ってる裏側の人たちの話っていうのはなかなか聞くことがないと思うので、まあ、そこら辺は特に面白いんじゃないかなと思っております。あとはそのイベント系の裏側の仕掛けを考えている人とか、まあそういうまあ、普段だったら裏方になってるような人っていうのも喋るかなという感じなので、まあ、特に僕はそのトーク部分が楽しみですね。はい。 私たちも作品の審査の時に、うん、色などを見てここ,ら辺ここら辺が苦労したんじゃないかなとかうん、うん、だったろうなっていうところは想像はいろいろしたのですが実際にです、ねうん、TD の方に実際のところどうだったのかっていうのを直接聞いてみて、うん、こちらも勉強させてもらうみたいなこともあると思うので、うん、ぜひ作品展に、ね、来ていただいて、うん、あの知見を得てもらったり支配していただいたりするといいのかなと私も思います。はいそうですね。 ちなみにコーンさんは今回、全部の応募作品を見ていただいて審査いただいたんですけど、この作品、特に印象に残ってるなみたいなものってあったりするんでし私はですねデジタルサービス部門というですねソフトウェアを裏側に使って、いろいろな技術的な課題解決をするのが中心な部門ですを、ね、中心に審査させていただきました。うん その中で印象に残っていたのは、ですねシルバーを取ったライブマルチスタジオさんの作品というか応募でして、うんうん、こちらはインターネット回線を経由して、いかに高品質かつあの安定した、うん、あの伝送路を作るかみたいなところです。うんうん、のところコを01で作って、しかも TBS と WOWOW ワとワいうちょっと立場も違うですね、うん、組織が協業して、 エンジニアの力量を持って熱量を持ってこうゼロイチで作られてるっていうところですね。ロードコールの出来もそうでしたけど、あのこういった座組ミ時代が奇跡的にこうすごいなと思って思います。そうですよね。そのちょっと意外だったの、僕もこのプロジェクト面白いなと思って、意外だったのはやっぱりその TBS さんとかワウワウさんとかテレビ局の人ってやっぱりハードウェア的な部分のノウハウとか、はい。運用的な撮影、はい 撮影とかに対する運用的なノウハウはかなりためられてると思うんですけど、それをこうソフトウェア開発まで波及させてきているっていうのがまあ非常に興味深いなと思いました。同時にまあこれができるようになるとめちゃめちゃ企業としては強いだろうなっていう。で、ね、いいね一般の販売まで持っていくことされているということで、まだ今のところはそのマネタイズンというか料金プランとかの発表はされてなくて、テスト配布状態ではあると思うんですけど。えー これからがこう楽しみなプロジェクトだし、これをやっている会社さんの今後も楽しみだなという感じはしますよ。こういったです、ね、プロダクト、プロトコルを作るというのはです、ね、一見すると結構地味といいますか、完全に裏のことはあるんですが、うん、こういったアースで、ね、ソリューションもぜひ、このアワードであの、うん、当てていきたいという思いがございますうん。うん、今後のです、ね、来年の合部に関しても参考にしていただければと思うんですが、 森岡さんの視点ではに特に注目すべきというか、注目した作品ってあったりしますかそうですね、今回で言うと、さっきのライブマルチスタジオそのも,も面白かったんですけど、まあえーと、スペシャルプライズでナレッジシェア賞っていうのを与えさせあ、うん、あの受賞された時の雫を、まあ、そのテクニカルデレーション部門をやられていた松山さんのえー。 とといいうのは僕は非常に良かっったなという思ってますやっぱりそのテクニカルこのナレッジシェア賞って、まあ、特別賞なんですけどこれはえっ、ー、と、まあ、そのプロジェクトは普通に応募があった時にこの時の雫のプロジェクトはですねその松山さんっていう方がえっ、ー、とこう本当にアイディア出しから試行錯誤失敗まで含めてこうものになるまでのこう、うん、試行錯誤の歴史みたいなのをも あのがっつり記事としてノートで発信されていて、まあ、それがすごく良かったなという印象ですねそのやっぱりこうなんかプロジェクトがリリースして成功したってなった時にこう失敗した部分とかその、まあ、僕ら的な視点でいうとアンチパターン的な話っていうのはなかなか見えてこない。 ところで、まさしくテクニカルディレクションを聞くところってそういうところかなと思っていて、だからなんでテクニカルディレクターズアソシエーションとしてもなんかこう、技術の共有とかシェアみたいなことはすごく大事だなと思っていて、まさしくね、今回の審査とかもそういう部分が分かっていたらよりテクニカルディレクションについて評価しやすいけど、なかなかね、うん、応募のために作ってもらうくれっていうのは難しくって、そう,そうですね、なんか結構想像しながら評価しているところもあったんですけど、 この時の出動に関して言うと、それが,これら辺がすごくクリアに、まあね、なかなか懐の深いクライアントさんと一緒にやられてるんだなと思いながら、はい、やられていて、まあ、素晴らしいなと思って、まあ、こういうプロジェクトが増えていくといいなと思いました。はい、このノートについては審査の時にも非常に話題,あの話題に上ったところではありますし、うん、こういったです、ね、ノウハウを書いてくれていて、しかもパブリックに公開していただいているという、うん、すごい業界貢献度が。 高い。こういったカルチャーが広まっていくと、私のいるソフトウェアのドメインだと、うん、キータなど全体でシェアするのは完全に定着してるんですが、もうちょっと業界全体に広がるといいのかもしれないなとっは。広がっていくといいなと思って、と今回も、ね、特別賞でそういう枠を作ろうという話になりましたね。多分今回その ナなれシェア賞じゃない受賞作品とかも、やっぱり今回のトークの時とか、展示のところには、そういったこう裏話的な話というか、裏側の大変だった話とか、苦労した話とかが入っているのかなと思っております。は、うん、い。楽しいですね、はい。じゃあ最後にですね、ちょっと展示のまあ概略をもう一回改めて説明させていただければと思います。よいしょ。はい。えっとですね。 えー、先ほどから何度かお話しさせていただいている通り渋谷桜ステージっていう、えー、と渋谷駅の新南口直結かな、えー、とちょっとマップで確認いただきたいんですけど渋谷桜ステージの4階ヨマリオノットファウンドっていうところで、まあ、イベントをさせていただきますで、えー、と一般は16日と17日の、えー、11時21時と11時19時結構長い時間させてもらいますで、えー、と入場は無料になっております で前日の15日にメディア及び関係者向けの内覧会があるという形になっております。はい、で基本的には、その、アワードで受賞いただいた18作品の展示及び受賞者をおよびしてのトークセッションイベントっていうのを、まあ、この期間中ずっとやるという形になっております。はい、なので、近くにお越しの際にはぜひぜひ、えー、あのご覧くださいませ。はい。ではですね。 BD ライブではこのようにテクノロジーに関するテクニカルディレクター目線でのトークを配信しております。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。またテクニカルディレクターに語ってほしいテーマがありましたらコメント欄にリクエストをお書きください。それでは今回もありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。コンさんありがとうございました。ありがとうございました。